ヤーコフ・ダビドビチゼビンは、ロシアの革命家であり、26人のバクーコミッサールの一員である。1888年6月21日、ロシア帝国模擬旅フ県クラスのポリエで、ユダヤ人の商人の家庭に生まれた。1904年から、ロシア社会民主労働党に入党し、メンシェビキとして、カメンスク、エカテリノスラフ、バクーなどの地下組織で活動。 1908年には、バクウで船員のストライキを主導して逮捕され、その後もボログダ県やアルハンゲリスク県、東シベリアへの追放を繰り返された。1911年にはフランスへ留学し、ロンジュモーで、ウラジーミル・レーニンが主催していた、当学校で学んだ。翌1912年に、プラハで開催されたロシア社会民主労働党、 第6回全ロシア会議にはメンシェビキ派の代表として出席したが、この会議から後はボリシェビキに転向した。1915年からボリシェビキの爆撃委員会メンバーとなり、1917年の2月革命後はモスクワ地区委員会で、8月からはクウの石油労働者連合で働いた。翌1918年3月にミュサバト等の反乱が起こると、 その鎮圧に関わり、翌4月に幕府コミューンが発足すると、その労働委員に就任した。しかし、7月末にコミューンが崩壊すると逮捕され、9月20日に社会革命党によって他のコミューン製員らと共に銃殺された。ありがとうございます。